皆さんこんにちは、三川です。現在京阪坂本比叡山口駅に来ています。今回はこの駅の近くから出ているケーブルカー、坂本ケーブルに乗っていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。先ほどの場所から15分ほど歩きまして、坂本ケーブルのケーブル坂本駅に到着です。ケーブル坂本駅の駅舎は大正14年に作られた駅舎で、国の有形文化財になっています。とてもレトロな感じがいいですよね。乗車ホームにやってきました。ちなみにこの坂本ケーブルは日本最長のケーブルカーで、全長が2025メートルあり途中駅が2つもあります。途中駅があるケーブルカーはなんか珍しい気がします。またこの坂本ケーブルの運賃は往復で1660円しますが、当日中は途中駅で自由に途中下車することができます。それでは乗車していきます。ケーブル坂本駅を帝国通りに発車し、終点のケーブル延暦寺駅まで約10分の旅が始まります。わかりにくいかもしれませんが、この坂本ケーブルには架線がないんですよね。そのため坂本ケーブルは蓄電池を用いて動いており、蓄電池はケーブル坂本駅とケーブル延暦寺駅で充電しています。この両駅には充電するための専用架線もあるので、ぜひ訪れる際に見てみてください。ケーブル坂本駅を出て2分ほどで途中駅、宝来岡駅を通過します。この駅を含む途中駅で下車する際は、あらかじめ下車することを申告する必要があります。また先ほどの宝来岡駅の近くには、1571年に織田信長が比叡山焼き討ちをした際に、亡くなった方を祀るための石仏がたくさんあります。かなり上の方へ登ってきまして琵琶湖が見えてきました。ちなみに奥に見える対岸は草津市になっています。坂本ケーブルで唯一利用できるのが、茂立山駅と宝来岡駅の間にあるこの場所です。坂本ケーブルでは鶴瓶式という、5つのケーブルに3つの車両をつなげる方式を用いているので、必ずこの場所で利用するようになっています。進行方向右手側からも琵琶湖を望むことができます。わかりにくいかもですが、大津市と守山市を結ぶ琵琶湖大橋も見えますね。ケーブルカーは2つ目の途中駅、茂立山駅を通過します。もともとこの駅は周辺にあったキャンプ場のアクセス駅として開業しましたが、現在ではそのキャンプ場は閉鎖されています。先ほどよりもかなり高い場所を走っているため、琵琶湖に浮かぶ島沖島を見ることができるようになりました。ケーブル坂本駅を出て10分ほどでケーブル延暦寺駅に到着です。それでは最後にケーブル延暦寺駅の駅舎と琵琶湖の景色を見て、この動画を終わりたいと思います。ケーブル延暦寺駅もまたレトロな駅舎になっており、ケーブル坂本駅と同様に国の登録有形文化財になっています。ケーブル延暦寺駅は標高654メートルの場所にあり、駅近くの場所からは琵琶湖の美しい景色を見ることができます。というわけで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。